やっぱリーダーシップとかマネジメントとかっていうのは、リーダーが抱える課題っていうのは結構その、ね、部下の育成とか、例えばここができないその原因っていうのがもうやっぱり要因がたくさんあって、その簡単に解決できるものじゃないと思うんですけども、その複雑なものとか、あとはこう原因を突き止めるのが難しい課題とか、そういうものを、解きほぐしていく、何かコツとかはあったりするんですか？そうですね。よく使う言葉としては、コントローラブルっコントていローラうブル。のを、使っていて、何というかというと、自分でコントロールできるかできないか。で、分けていくっていうのをまずしますね。で、だいたい複雑になってる課題っていうのは、何かっていうと、自分でコントロールできないことにみんな戸惑っているっていうケースが、だいたい僕の経験上、ほぼ100%って言ってもいいぐらい、あるなと思っていて、要は自分の行動だったりとか考え方とか感情とかで、変えられるものと相手がいて、相手が変わらないと変えられないものだったりとか、外部環境だったりとかっていうのはコントロールできない領域だったりするので、やっぱそこをまず分けるっていう作業をしますね。で、そうすると大体自分でコントロールできることってもう限られているので、比較的結構課題が明確になるというか、まあ集中できるっていう感じになるかなって思ってますね。なるほど。じゃあ、自分にコントロールできないところはもう完全に、切り払って、もう考えないようにしていくっていうか、その取捨選択のところが第一ステップって感じですかね。そうですね。少しちょっと、まあ、意味合い変わっちゃうかもしれないんですけども、言葉としてよく使うところでいくと、まあ、アドラー心理学にある課題の分離っていう言葉がアドラーの心理学の教えにあると思うんですけど、結構これは大事にしていて、まず課題を分離せよっていうのが結構僕の中であって、で、それ言葉を変えると、まあ、自分でコントロールできるものにするっていう課ところ題っは結構ていう大の事にしてますは、ね。あれですかね、自分の課題とその他人の課題を、切り分けるっていうか、そういう切り分感けじ。るってことですね。はい。その要切り分は、ける境界線っていうのはどこで生まれるんですか？自分の行動で変えられるかどうかですね。もしくは自分の思考で変えられるか。要はか、捉え方とか考え方で変えられるべきなのか、相手を動かさないと変えられないものなのかとか、環境を変えないと、変えられないものなのかっていう。で、環境も例えば職場を変えるとかっていうのは多分自分でできることなんですね。コントロールできることなんですよね。だけど、例えばもうそこにずっといるしかなくて、その人と付き合うしかないとか、その上司と一緒に仕事するしかないってなった時は、自分ではコントロールできない領域だったりするんで、そうすると自分の考え方の方を変えなきゃいけないっていう方向に至るんで、まあそういう分け方かもしれないですね。ああ、なるほど。